ぷよです。葵だぜ。日テレ夏の恒例番組24時間テレビ2022年は8月27日、28日だって。メインパーソナリティも結構豪華だったよな。45回目のテーマは会いたい。きっと胸が熱くなるようなシーン満載よ。チャリティーランナーは、お笑いコンビ EXIT の金近大樹氏。自ら立候補した彼に注目だな。ほう、葵が金近くんに？意外だわ。だって彼は自身のツイッターでガチで走ってんのか疑惑の解明をしますって言ったんだぜ。以前紹介してくれた西村智美ワープ事件ね。そこからチャリティーマラソンを監視しようって動きがネットで加速していったのよね。疑惑の解明、面白いじゃないか。ということで今回は24時間テレビで発覚した不祥事をいろいろ紹介していくぜ。金近くんのやる気を煽るのね。やっちゃえ葵。まず最初はパーフェクトヒューマン事件だ。2016年の24時間テレビで番組パーソナリティを務めてたのが、お笑いコンビオリエンタルラジオの二人だった。パーフェクトヒューマンってやっぱりオリラジの二人を中心に結成された。ダンス&ボーカルユニットレディオフィッシュのヒット曲のことなのね。ああ、この企画はレディオフィッシュのヒット曲パーフェクトヒューマンを、ダウン症の子供たちが踊るっていうもので、発表当初からダウン症の人たちを皮肉っているなどと批判の声は多かったんだ。パーフェクトヒューマンって完璧な人間って意味でしょ？ダウン症の子供たちを、パーフェクトヒューマンじゃないって言ってるようで逆に嫌だけどな。そう、まさにそういった指摘が飛び交って紛糾したんだ。そこに予告編が放送された。予告編の反応はどうだったの？いろんな意見が飛び交って、まとめサイトなんかでは日テレが大炎上しちゃったんだぜ。あの曲の完璧な人間っていうのはオリラジの中田さんを指してるのよ。かつて自分たちをブレイクさせたリズムネタブリューデンの、あっちゃんかっこいい、を進化させてるの。さすがつくよだ。その通りだ。自分たちが決してパーフェクトヒューマンではないことは誰よりも自覚してる。だからこそ自分がパーフェクトな人間だと言い切る。それが芸人だからそう言ってたな。真の支配者が中田敦彦であるなんていうとんでもない歌詞だけどね。世界は必ずしもみんな平等とは限らない。世の中には絶対勝者と敗者が存在する。という歌詞も炎上した原因だな。あれは敦ちゃんみたいなインテリ系がやるから面白いんだよね。予告編ではダウン症の女児が実名で登場したのしそうにパーフェクトヒューマンを踊ってた。母親も辛いことがあっても頑張ればいいって思える基礎ができてくれたらって。涙ながらに語ってたんだ。女の子との触れ合いや思いっきり楽しく踊る姿を微笑ましく捉えてはもらえなかったんだね。ネットで拡散された画像からツイッターでは曲名とダウン症児の組み合わせを意識して、今世紀最大の皮肉、悪意ありすぎ、捉え方間違えればただの嫌味と批判が殺到。24時間テレビのコンセプトを全否定してると思うという指摘もあったぜ。覚えられることが嬉しいとか踊ることが楽しいとか、子供たちがそう感じられることが一番だよね。選曲はオリラジだったからパーフェクトヒューマンになっちゃったのかな？選曲を許可した日テレってどうよという意見の他に、本番でも問題になったことがあるんだぜ。え、何しでかしちゃったの？ダンサーとして参加した二人組のアイドル。生ハムと焼きうどんが顔を歪めて踊っている場面が映し出されたんだ。日本芸術高等学園の同級生二人で活動してる異色アイドルね。その顔がダウン症の人の真似をしているのでは？って大炎上に発展したんだ。曲だけじゃなくあれを許可した日テレもありえない。24時間テレビでは控えるべきと大騒ぎになったぜ。あの顔って彼女たちの決め顔なのよね。制作サイドは障害者でも頑張ってるとかやらせてみせたいんだろうけど、そこから間違っているのかもな。一年に一度、不便な思いをしながら頑張ってる人がいるんだって。その人たちのためにできることがあるんだっていう。チャンスを与えてくれる番組なら大歓迎なんだけどね。続いて登山企画について見ていくぜ。これも2016年の24時間テレビでの企画なんだ。パーフェクトヒューマンでお腹いっぱいなのに、この年は散々ね。これはもう映ってはいけないレベルのシーンが流れてしまったから大慌てだったんだぜ。早く教えてー。9歳の時、サッカーの合宿中に転落事故に遭って脊髄を損傷。下半身不随になった12歳の男の子は懸命のリハビリで杖を使いながら歩けるまでに回復した。両足麻痺になんて負けない。少年と家族が挑む富士登山っていう企画だったんだ。両足麻痺で歩けるようになったなんて素晴らしいわ。24時間テレビ当日、両親と9歳の弟、そしてサポーターとして女子レスリング選手の浜口京子さんと一緒に、1合目から富士山の頂上を目指したんだ。家族が一緒なら心強いわね。ところがこの日は雨が降っていて富士山の気温は9度、最悪のコンディションだった。
それでも放送されるからやらなくちゃいけない。子供二人の表情が硬いのが気になるよな。悪天候の場合はこうしましょうとかいうパターンは用意してないのかしら。朝7時頃に1号目から出発。途中で問題の映像が流れてしまった。カメラ中継は映像の乱れということですぐスタジオに戻った。でも見ていた人の反応は早かった。え？苦しそう。彼は何度も寒い、足痛いと訴えていたそうだ。問題のシーンでは父親が疲れて歩けなくなった彼を抱きかかえ何度も揺さぶって立たせようとし、挙句には彼の帽子を弾き飛ばして叱りつける。そんな映像だと視聴者に捉えられたんだ。確かにそんな風にも見えるわね。実際を見ていないから何とも言えないけど、リアルで見ていた人たちが虐待だって言ったら本当だ。ってなっちゃいそう。日テレはご指摘のシーンは、お父さんが盗聴を非常に喜んでおられて、その中で帽子を取って頭を撫でてあげようとしたところが誤解を生んでいるようです。歓喜は待っての行動ですとコメントしてるぜ。彼の体調が悪くなっていないといいけど。このコメントに対して小学生の言い訳レベル、そんなわけない、視聴者なめんなと。頭を撫でようとする勢いじゃない。どう見てもぶん殴ってる。あんなに体を揺さぶって、子供の表情見て、とツイートが溢れたんだ。本当はどうなんだろ？換気は待って帽子を取ってしまったように見える。うつむいててカメラに顔が映ってないから。主役である息子の顔を映したかっただけじゃないの？など。賛同と批判が入り混じった感じだな。やっぱりこんな悪天候でやらせたのがいけなかったね。彼は山頂に着いた感想を聞かれると寒いとだけ答えたそうだ。確かに大人でも大変な富士山登頂を過酷なコンディションの中で、両足麻痺の子供に挑戦させるのは正しいのか？ってとこだよな。根性だけじゃ登れないよ。24時間テレビをめぐっては障害者と感動を売り物にしているとの批判が、ネットで流され続けてきたんだ。NHK が24時間テレビの裏番組である E テレバリバラで、障害者を書くのに感動は必須か？といったテーマの特集を放送して話題になったな。視聴率のために無理やり感動系に持っていくやり方は良くないね。次は家族への手紙での放送事故だ。2018年24時間テレビの企画にあった。義足の少女が初登山。妹と挑む3000メートルでの出来事だった。妹綾子さんって世界の果てまで行って Q の番組企画でキリマンジャロや、モンブランなんかの数々の登頂を成功させてるから安心してサポートしてもらえるわね。早朝5時から始まった二人の挑戦は40度近い猛暑や強風で過酷なものだった。にもかかわらず、先天性の病気で生まれつき左足が短く、義足生活を送る12歳の少女は弱音を吐かなかった。16時少し前、10時間半かけて3000メートルを制覇したんだ。おめでとう。よく頑張った。すごいよね。彼女の夢はいつかパラリンピックで金メダルを得ることだ。彼女は母への感謝の手紙の中で、それまで見守って、将来はママのような明るくて優しい人になりたいって言ったんだ。感激だわ。スタジオも感動に包まれ、少女の母親が彼女に向かって声をかけた。と、その時画面が急遽切り替わりスタジオに戻ってしまったんだ。強制終了？唇を切ったのが総合司会の羽鳥慎一アナウンサーだった。一番カットしちゃいけない場面っぽいもんね。いいですか？お母さんまだ喋ってましたけども。いいんですか？お母さん喋ってるのを遮るのはあまりいいこととは思いませんけど。って静かながらも怒りをあらわにした雰囲気が伝わってきたそうだぜ。さすが羽鳥さん。それでも画面は戻らなかったの？戻らなかった。ツイッターではすぐに羽鳥さん怒ってたぞ今。お母さんが話してるのぶち切るのはさすがにどうなの日テレ。放送事故。24時間テレビで羽鳥慎一が起こ。どうなの？日テレ。さっきの24時間テレビの放送事故。羽鳥さんが怒ったおかげで視聴者の怒りが和らいだよね。あれ、羽鳥さんも普通に進行してたら視聴者めっちゃ怒ってたと思う。ってコメントには全く同感だ。ですよねー。でもここで終わらないのが24時間テレビだ。思わぬもらい事故を受けた人物がいる。誰？お笑い芸人のひょっこりはんだ。この後の中継を控えていたひょっこりはんは、画面を振られて思いっきり羽鳥さーんとやっちゃったんだ。あちゃー、よりによってひょっこりはんか。ここでつくよちゃんだったらほっこりはんで和やかムードに持ってけたんだけどねー。想像したらゾクッときたぜ。つくよだけは24時間テレビに関わらない方がいいな。そうかなー。感動のシーンから一気に興ざめとなってしまいもやもやを残しながらも番組は進行していく。ツイッターでは感動させた次のフレームでひょっこりはんとかマジ勘弁してほしい。画面が切り替わった後のひょっこりはん。最悪だと次々投稿されていったわけだ。
ちょっと気の毒。ひょっこりはんは悪くないって声も多かったぜ。番組制作サイドの問題だからな。24時間テレビの体制への不満の方が多いのは言うまでもないな。相方にもアドリブが弱いって言われてたひょっこりはんだから許しちゃうか。お次は2014年のドミノ企画だ。ドミノ倒しって奥が深いよね。ただドミノを立てて倒すだけじゃなくていろんな仕掛けも自分たちで作るもんね。日本福祉大学ドミノ企画とは、学生が主体となって企画運営する夏の恒例企画だ。チームを作った学生が自らアイデアを出し、ドミノや仕掛けを制作するチームドミナーと、チームとチームの間をつなぐためのドミノを立てる本戦ドミナーがいるぜ。準備はやり直しばかりで辛かっただろうな。このドミノ企画は24時間テレビ内の中京テレビ独自の企画として2000年から行われてるんだ。学生が日頃思っていることやこの時しか伝えられないことを、ドミノを通じて発信していくっていうコンセプトだな。いい企画だよね。でも2014年のドミノ企画は大炎上したんだ。なんで？ドミノって感動しかないじゃん。ドミノの一部に差別、偏見、貧困と書かれたプレートがあったんだ。ドミノの途中でこのプレートをプラレールで突き破るというものだったんだけど、視聴者も目を疑うような光景だった。これはやばいね。学生たちがどういった意味でこの仕掛けを作ったのかはわからない。でも生放送じゃないわけだから準備期間と収録日があっても、この企画が通ったことは不思議だった。これは羽鳥さんでもコメント難しいかな。ネット上では学生たちは普段からいろんな取り組みをしているはず。なぜドミノであのようなメッセージを発信したのか？と疑問の声が飛び交った。障害を持つ人からも障害者のイメージは差別偏見貧困です。って言ってるようなものだよね？ってあったな。学生たちの意図もちゃんと聞いてみたかったね。次は2015年に放送された低俗すぎる企画を紹介しよう。低俗すぎなんて24時間テレビでありなの？なしだぜ。2015年の24時間テレビといえばメインパーソナリティが、V6 と平成ジャンプのメンバーっていう史上初の2世代パーソナリティで様々な思いを、つなぐっていう感動的な放送になるはずだったんだ。ほうほう、どこが問題だったの？問題になったのは深夜枠の怪しい交友録っていうコーナーだ。お笑い芸人のノンスタイル井上裕介氏が番組ゲストの女性タレント宅を、勝手に訪問するという企画だった。その女性タレントは？橋本まなみさんだ。彼女の家を訪れた井上氏は彼女の下着を探し当てると宣言し、下着を見つけるとカメラの前に堂々と掲げ、ベッドの上に飛び乗ると前かがみで腰を振りながら、相当やってますねと露骨な下ネタを披露したんだ。これはありえないわ。チャリティ番組でこんなの絶対にダメでしょ。ネット上にはチャリティ番組とは思えない下品さ、深夜とはいえ低俗すぎ。ひでえ番組、募金やめるわ、チャリティでやりたい放題って何？ストップ。わかった。たくさん批判が来たのはわかったよ。本当に低俗すぎて大炎上という感じだったな。多分台本があったはずよね。なんでこれがいけると思ったんだろう。お次は引退セレモニーにしちゃった事件だ。どういうこと？これも残念なことに2015年の放送で起きてしまった。2016年3月にくも膜下出血によりこの世を去った覆面レスラーハヤブサを知ってるか？格闘技系は弱いかも。2001年10月に行われた試合中、頸髄損傷の重傷を負ったハヤブサは治療とリハビリに臨むために、無期限の休養を余儀なくされたんだ。でも血の滲むような地道なリハビリによって自力で立ち上がり、補助付きで歩けるまで回復したんだぜ。頸髄損傷って麻痺が残ったりヤバいんでしょ？すごい意志だね。ハヤブサはプロレスラーとしての復帰を諦めてなかった。2015年の24時間テレビに出演し番組の企画でレスラー仲間と10カウントゴングを行ったんだ。これはハヤブサにとってリスタートのためのけじめという意図があったんだ。リスタートって再開とか再起動するって意味だよね？そうだ。彼は引退する気など全く持ち合わせていなかった。なのに24時間テレビは引退するかのような演出にしたんだ。引退セレモニーにしちゃったってそういうことなのね。テロップには引退の10カウントという文字がはっきりと映し出され、スタジオに登場した本人が引退を否定する事態になってしまったんだ。それってファンが黙ってないんじゃないの？当然テロップと本人の温度差にお茶の間は困惑。引退なの？引退しないの？させられた？ハヤブサの障害を利用して数字稼ぐな。引退セレモニーってことにして注目集めるつもりだけど本人が否定とか話し合ってんのか？と怒りの声も多く届いたぜ。諦めずに戦っている人に失礼すぎるよね。次に行くぜ。2007年の熱湯風呂騒動だ。熱湯風呂といえばダチョウクラブの上島竜兵さんよね。
もう見られないのかと思うと心の底から残念だわ。そういえばつくよも修学旅行で同じようなことやったって本当か？24時間テレビで熱湯風呂といえば SKE48 の須田さんとかのことかしら？女子は何かとやばいもんねー。思いっきり話をすり替えたな。2007年にやらかしたのは芸人の小島よしおしだ。熱湯風呂に長く使った分だけ宣伝する機会が与えられるという。熱湯コマーシャルコーナーで熱がる様子を全く見せなかったんだ。ああ、そりゃダメだわ。上島さんが見事なリアクション芸を見せた後でしょ？完全にアウトよ。そうなんだ。上島さんの次に熱湯風呂に入ったのが小島氏だった。彼はあろうことか熱湯風呂の中で。そんなの関係ねえ。おっぱっぴー。とおなじみのネタまで披露して全く熱がらなかった。終わったね。すかさず芸人仲間から追い小島。熱湯。それ熱湯だからっと土星が飛び。小島氏は慌てて風呂から上がり熱そうにしたけど遅かったぜ。完全にしらけちゃったでしょ。おまけに司会で爆笑問題の太田光氏が。熱いっていう前提が壊れちゃったよなんて言ったもんだから。放送事故発生っていう書き込みが溢れていったわけだ。これはもう干されるレベルだね。ネット上では自問が吉尾をたらいで殴った後、たらいの放り方が完全に切れてて怖かった。熱くないのをバラしたりするのは言語道断。小島が下手こいて芸人生命終わったと、ダチョウクラブの芸に泥を塗ったことになるって大騒ぎだったようだぜ。上島さんかわいそうに。この事件後の笑っていいともで、小島氏とダチョウクラブは出演者からいじられることになるんだけど、決して険悪なムードでなく上島さんは、俺たち、アドリブに弱いんだよなって言って涙ぐむシーンなんかもあったそうだ。上島さんって優しいんだねー。生放送ならではのハプニングにして相手も番組も守るって、そんな人が増えてくれると安心して見てられるよね。次は2006年のランナー中傷発言を見ていくぜ。お、いよいよマラソンね。2006年の走者はお笑いコンビアンガールズの田中拓司氏と山根義明氏だった。この二人じゃ無理だろうって声もあったけど、むしろ早めにゴールしたって話じゃない？頑張ったよねー。学生時代田中氏は陸上部、山根氏も高校までサッカーをしててスポーツ万能らしいな。でもラジオで今までの芸能史上で一番きつかった。人生の中でも一番くらいしんどかったって言ってたからやっぱり大変だよな。ワープさせてもらえなかったんだねー。そんな二人を中傷した人がいるの？アンガールズが走っているのを見ながら会話してる。お笑い芸人インパルスの板倉俊之氏と、堤下敦氏の声が画面から聞こえてきたんだ。どんな会話だったの？山根は全く、ははは、山根やばいってと言いながら、数人の男女の笑い声も聞こえてたな。仲間内で見て笑ってた感じ？そのうちにやばいよ、ほんとにやばい。レイだよ、レイ。あの人マジ？ほんとに走るの。これ見て感動するやつっているんすかね？ひでえよ、あいつは。姿慎めよあいつは。気持ち悪いって誹謗中傷に変わってきたんだ。ええ？必死に走ってる人にそんなこと言ったの？人の見た目をやじるなんて24時間テレビじゃ絶対アウトだよな。それに実はアンガールズが走ってる時に別の放送事故も起きてたんだ。中傷発言じゃなくて？スタッフがやらかしてたんだ。懸命に走ってる二人を励まそうと一人の女性が二人の手に軽く触れた。あるあるじゃない？でもこの時番組スタッフらしき男性がこの女性に、触らないで、と激しく注意する怒鳴り声が視聴者にもバッチリ聞こえてしまったんだ。うわ、24時間スタッフ恫喝事件と呼べるわね。この事件が発生したのは二人が数人のスタッフと共に、ランニング程度の速さで歩道を走っている時だった。沿道で応援していた一人の女性が二人に近寄ろうとしたため、後方で伴走していたスタッフが触んないでと3回繰り返し注意したそうだ。ふむふむ。それでも女性は二人に軽くタッチ。これに先ほど注意した伴走スタッフの男性が切れた。すでに二人が走り去ったにもかかわらず、女性の前でわざわざ立ち止まって触んないで。と、とどめを刺さんばかりに怒鳴り散らしたんだ。怖っ。スタジオの徳光氏が二人とも人気者ですから握手を差し伸べたりしないように。とフォローを入れたけどネットに集まる非難の声の方が早かったわけだ。決定的瞬間を見ちゃったのね。お年寄り相手に公の場で怒鳴りつけることができるやつは普通じゃない。行動はいつから日テレ専用道路になったんだ？などの批判的な意見が8000件を超えて書き込まれたそうだ。行動を使ってるんだからトラブルにならないように気をつけるのは番組の方よね。日テレ総合広報部は複数のスタッフが先導伴走しランナーを保護しており、ランナーへは声援だけで身体には触れないでとスタッフからお願いしながら実施している。とっさのことで配慮にかけ、当該スタッフには注意したってコメントしてるぜ。
必要以上の叱りつけは勘弁してほしいな。お次は迷惑停車事件だぜ。公道での迷惑行為はアウトよね。つくよはしょっちゅうやらかすけどな。何のことかしら？数え上げたらキリがないからやめとくぜ。問題視されたのは2011年の24時間テレビでのことだ。チャリティーマラソンのランナーは徳光氏だぜ。そういえば徳光さんも走ったね。1978年に放送された第1回の24時間テレビから司会を務めてきた徳光和夫氏は、2001年に心筋梗塞で入院を経験してることもあって医師の指導の下で練習してきたんだ。2007年に萩本欽一さんが66歳で挑戦してるけど、それを上回るチャリティーランナー史上最高齢70歳での挑戦だったのよね。おばあちゃんと見てたんだ。総走行距離は 63.2 キロ。見事に完走し、俺みたいな男でもできるから誰でもやればできるんだよとステージに大の字になって、最高って言った徳光さんに拍手が鳴り止まなかったよな。司会者が自ら走るって偉いと思うよ。2019年になって徳光氏は練習しっかりしたもんだから、早く東京に入ってしまいしばらく待った。そのまま直線で行けば武道館はすぐだった。ぐるっと大回りしたって暴露してて笑ったぜ。司会者自ら裏話を暴露って褒めていいのかしら？それはさておき迷惑停車の件に行くぜ。ネット上などで問題視されたのは車通りの多い交差点だ。車の合流地点になるような場所なのに5台の車両がハザードを焚いて停車してたようなんだ。合流地点に5台も止まってたら見通し悪くて危ないじゃない。徳光氏を休憩させるために停車してたらしいけど、極めて危険、場所を考えるべきって厳しい意見が飛び交ってしまったんだ。休憩地点はあらかじめ無理なく決めておいてほしいわね。ラストはスタッフへの対応を見ていくぜ。24時間テレビのボランティアの数って半端ないでしょうね。全国各地にチャリティー被災局があるからな。問題はボランティアスタッフの扱いがかなりひどい部分があることなんだ。え、そうなの？まず24時間テレビのボランティアには正式に日テレが募集をかけて選んだメンバーと、草の根チャリティーネットワークっていう自主参加団体の2種類がある。ほう？日テレが正式に募集して集めたボランティアは、T シャツも支給されるし企業の物販手伝いなんかもない。ただ草の根チャリティーネットワークに登録した団体が、24時間テレビのボランティアを名乗って募金活動ができるから、そこで対応が分かれているようなんだ。日テレが全くの無関係ってわけではないけど日テレ側は把握してないってわけね。直接募集したボランティア以外は管轄外と割り切ってるらしいな。だから T シャツ強制購入とか企業ブースの手伝いとか客引きとか、シフトもいい加減な労働を課せられることもあるらしいぜ。24時間テレビを名乗るならある程度の統一や監視はしてほしいけどね。チャリティーだからボランティアって考えで大勢の人に戦力になってもらってるのに、タレントのギャラの総額は2億とも3億とも言われてるからおかしなことになるんだよな。たけしさんやさんまさんが24時間テレビに出ないって、出るならノーギャラだって言ってるのは正論みたいだもんね。1991年の司会に起用された帰国子女の西田ひかるさんが、まさか出演料が出るとは思わなかった。って日本式チャリティーのやり方に唖然としたっていう話は今では語り草だからな。ノーギャラで誰が出てくれるのかっていうのも微妙だよね。日テレは全国の善意ある視聴者の方々から寄せられた募金は経費を一切差し引くことなく、全額、支援活動に活用するって言ってるけど、番組スポンサーからの広告費は日本テレビに利益として入り、出演者にはギャラが発生してるから利益は上げてるわけだ。それならせめて支えてくれてるスタッフやボランティアには、感謝を込めての対応をしてほしいわね。ということで今回は24時間テレビの不祥事を10個紹介してきたがつくよどうだった？24時間テレビに批判的な声が少なくないのは納得って気がしちゃったわ。2021年放送後のアンケート調査で24時間テレビは終了してほしいが 45% だったそうだ。キャラや制作費が寄付金超える時点でチャリティーの意味がわからない。障害者を売り物にしてお涙よりお金ちょうだいが見え見えって声があったな。出演してよかったって思ってほしいね。一方で放送してほしいっていう意見が 37% だ。実際に多くの募金が寄せられるからチャリティー番組としての意義を十分果たしてるっていう声もある。一年に一回だからね。あとは番組の内容じゃない？番組制作上の不祥事でせっかくのチャリティーの機会を潰してしまわないように心してもらいたいよな。とりあえず金近くんの暴露話でも期待しましょ。ということで、ご視聴ありがとうございました。